はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。マリオカートデラックスやっていきます。最初のコースは、ピーチガーデンです。ピーチガーデンなってるよね、コース名。ちょっと忘れちゃった。これでも、やっぱあれさ、お、マリオではないって。前回さ、前回、結構前か。ルイージだったんだけど、今回マリオになってる。あれなんでだろう日の市か。まあでもここのコインをね、取れればいいです。でも全部取れたかな、わからないけど。まあ、キウイなんで問題ないですね。まあ、テレサで取られると。なんか緑から見えて、アイテム取れないし、あの左が行ったらよかったね。まあいいや。返信はよし。で、まあダブル割ると。バックに買わないでね。ドリフトは食べやすいね。まあアイテムは、まあいい感じになった。頑張って前に出るか、これは。クラクションなんでやられてる人いるけど。アーニャフォージャー。どうなんだ。アーニャフォージャーか。スカイファミリー面白いよね。このキノコはいつ使うか。危ない、バクスな。最短ルートはどうなんだろう。ここ右だよね。やめて、やめて。これ、これ、ちょっと、降ります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 。引かないでね。これは、9位でダブル交換したいな。だからちょっと結構アウトに行って、10位。前はでも意外と近いぞ。これダブルじゃないんかい。引かない方がいい？じゃあなんかサンダー古着する。使っちゃうわ。振らないかい？振らんか。いや、これね、入れ替えできないんで。あ、やばい、怖い。弱い、弱いな、この木。いや、強いか、これ。前出れるじゃん。引かれた。まあ、ダブル交換さえできればいい。サンダー持ちだな。うわ、これ、サンダー入れ替え。サンダー持ちだから、これ止まります、止まります。オッケーオッケー、ここで来るのはいいよ。グライド乗ってる途中だから。おい、なんでさぁ、コイン取れねえんだよ。コインじゃなくてアイテム取れねえんだよ。あー、もう最悪だ。アイテム取れないのが終わってるわー。最下位？最下位やだ。10位。いやー、アイテム、なんで取らないの？もう自分のことぶん殴りたくなるわ。本当に。ああ、もう、スター、サンダー持ってるやつ見えたのになー。あそこ、近畿のジャラッキーだよなー。あれ、スターだったらよかったけど、ダブル理解だけよかった？わからん。うん。で、次は、ちょっとよくわかんない。参考好きだけど、ちょ、苦手が、まあ、一番無理なのは任天堂城。で、その次無理なのはテレサリーグなんだよ。ちょっと、あえて、テレサリーグ選ぶ。意外とね、悪くないはずなんだよ。意外と悪くない。テレサリークは。最近はね。嫌なだけで。アーニャフォージャーは、あれ。アーニャフォージャーのミいなくね。なんかサイキクソみたいなやついるけど。髪ピンク色のやつ。あのボカンかぶってる右の人。あれずっとサイキクソだよな。超能力者好きな人だね、多分。あとなんか黒い服着てる人もなんかのアニメに行った気がするんだよ。なんかいそうじゃない？忘れたけど。待って、これテレサレイクか。任天堂城じゃなければいいね。本当に。テレサレイク。なんかここただひたすらインをつい出してるだけ。でも後ろスタートか。なんだこのキノピオのパート。なんか面白いカートを作ってるね。この辺ちょっとソラマン多めだね。最近ソラマンブームが来てるのかもしれない。もう一枚取りたいけど取れない。二段階溜めて、マキ段階でこうやって解放しちゃうわ。最後の段階解放して、このキノコは、使っちゃおう。
1の下落ちてった。つけとくか、一応。1に出た。なんか1出た。なんでだ。何なんか溜まんなかった。もう結構ブレーキ踏んだけど、よかった。ブレーキ踏んでインつけたわ。でも、大外から入ってインをつく。で、外側は無理にしない。ここに10枚にして、やっこの2段階でやめたかったけど、やっこもやめたかったけど、止められなかったな。結構2位より後ろめちゃくちゃ慣れてくる。攻撃来た。ここはコインを表にして、あえて落ちた方がいいとかない？どっちが早いんだろうね。あえて落ちてみたけど。落ちるタイミングが完璧だったと思う。赤にとか来たらいいと思ったけど。ここダブル交換してワンチャン。いや、いけたな、これ。3高い必要いるけど、大丈夫でしょう。2、いや、引かないで。まあまあ3位ならしょうがない。回避税が1位か。やっぱ意外とこのコースね、あんま好きではないんだけど、なんか意外と10位取れてるね。で、レートがやっぱなんか上がんねえな。これ16,600前後一生うろうろしてる。俺の適正レートは、もうここなのかもしれない。で、1ヶ月ぐらいもうマジ伸びてない気がするんだよな。次は、キノコキャニオン。でも、これ、キノコキャニオンで1位取れる未来見えないからな。普通に。こうさ、最後のキノコトランポリンさ、あれスター使いながら行くと絶対落ちるんだよね。まあ行くか。でも楽しいからね、このコース。結構人気コースだから。まあ選ぶわ。で、人気コースかと思ってたけど、この部屋であんま選ばれてないね。なんでだろう。意外です。まあ、初等科はね、まあ、ある程度、まあ、頑張って、やるけど、頑張って、ちょっと挑戦してみるけどね、まあ、多分無理ですね。ちょっと待った。あれ、でもみんな選んでないな、キノコキャニオン。もう全員選んでるかと思ってたんだけど、さすがにそれはなかった。全員はないと思って、こんな選ばれてないと思わなかった。なんだこう、うつぼのコースになったわ。発見神殿か。発見神殿ですか。この初等科あるよね、ニスク。ニスクあるけど、なんちゃってニスクちょっとやってみる。なんちゃってシティギーしかり、なんちゃってニスクをちょっとやってみるわ。あえてね、前のヨッシーね、ぴょんぴょんで飛んでたけどね、普通の人は速いっすよ。下手なやつは。ここかな？こんな感じでね。普通にキノコ使うっていう。いや、ちょっと伸びなかった。やめて！赤消し！このコース、下がったけどいっぱいある。危ない。もうこれは、まあ、9以下ではあって。ここ重要ね、9位以下であることは。え、でも普通に行った方が良かったかな。いや、行っても5位ぐらいだったね。4位ぐらいだったら普通に行かね、落ちなくていいと思うんだよ。ここもね、消化ができるよね。もうじゃあ木のコインが欲しい。なんかちょっとうまくいかないな。車体のコントロールが下手すぎる。車体感覚がちょっと合ってない。運転が下手くそすぎる。おいや、2枚ドロドロしなければ取れなかった。引かないでね。わざわざこっち来んねよ、スター。さすがにね、あれで引かれたらちょっと、打ち切れる。全然コインしてないんだけど、このコース。これで9枚か。交換できなかった。いや、無理に交換する必要なかったからで。まあでもね、俺はこの表スターのが好きだから。交換できてた表スターだったわ。サンダー降るかな、今回。さっき最後降ったからね。降ると出てくるんで。
ここで振ることを願います。ここのショートが強いよね。引かれなけりゃな、強かった。サンダーかも、かも使っちゃう。あ、これ最後あれだ、火の粉落ちた方がいい。ショートができるけど、まあいいや。これで抜かれて一人ぐらい引かれないで。やべえ、スター、スターやめて。めちゃくちゃ落ちた、やばい。ダート突っ込んだ。引き続け、引き続け。なんかショットだけ仕事ができたわ。5位。いや、被弾しなければな、もっと。てか、トップセル入れたな。てか、人少ね。じゃあまあ、今日は、ここで終わりです。いや、ちょっと、伸び悩んでます。レートが。ちょっと何かしら手を打たなければいけないですね。